はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。まずは結論から。冷やし、ボリンジャーバンド一目均衡表、上昇トレンド進行中、ストーキャスティックスは買いシグナルが点灯しております、はい。冷やしベース、トレンド追随でマーケットについていってもいいのかなという感じですね。続きまして、短期トレード用の2時間足。ボリンジャーバンドはトレンドなしのニュートラル状態、ストーキャスティックスは強い売りシグナルが点灯しております。はい、個人的にはは、ね、短期トレード用の2時間足は 下目線と考えておりますそれずは冷やしボリンジャーバンドストーキャスティックス、ボリンジャーバンドですね、はい、強い上昇トレンドの形状をしております、ストーキャスティックス、こちらもですね買いシグナルが点灯中ということです。はい、続きまして、冷やしの一目均衡表、こちらもですね形状的には上昇トレンドのパターンということです。 はい、こちら短期トレード用の二時間菓子ですね。 はいまずはボリンジャーバンドなんですけども、この赤い点線21本、移動平均線、今までずっと上昇してきておりましたが、直近になりますと真横を向いております、真横を向いているということはどういうことかというと、トレンドがニュートラル、もうトレンドがなくなったということですね、その中、教えたケストキャスティックス、こちら、変わりすぎな判断基準であります80、80%ラインできれいな売りシグナルが出ておりまして、このパーセント赤いラインの %D が鋭角に下落をしているということは、かなり強い売りシグナルということですね。 はいそれでは本日のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインなんですけども前日の安値レベル94円のまあ、74レベルですねはい続きましてレジスタンスなんですけどもレジスタンスラインなんですけどもまあ、前日の高値レベル95円の73レベルと個人的には考えております はい、本日の予想レンジ94円の74から95円の73レベルということで、はい、ポイントです、短期トレンド転換警戒ということで、先ほどご紹介しました短期トレード用の2時間足なんですけども、ボリンジャーバンドのセンターライン上昇トレンドから現在は真横を向いております。これがですね あの、マーケットの次第なんですけども、下落傾向を示し出すと、いよいよ短期の下落トレンドが始まります。そうなりますとですね。まあ、調整売り、調整売りが優勢になる可能性もございます。はい、皆さんご注意ください。本日は以上となります。